はい、本日はですね、視聴者さんが選ぶ2022年上半期買ってよかったものトップ5をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、やっぱり僕の視聴者さんなんで、僕が購入したものっていうのが非常にこのトップ5多いんですね。で、ただ1点だけ入ってないものもあったりはするんですよ。買ってないものでランクインしてきたものっていうのもあったりしてて、まあ、そんなところね、なんでこれ入ったんかなとかね、なんであれ入ってないんかなとか言いながらね、お話していこうと思いますので、まずはトップ5からいきたいなと思います。トップ5に関しては2点ございますので、まずトップ5の1点目というのがこちらです。ゾンということで、こちらノースフェイスアルパインライトパンツということで、このパンツに関してはですね、僕絶対買ってくださいっていうのをこの動画作った時に言ったと思うんですね。で、それこそこれは今年買ったモデルやからまだええんですけど、これはもう5年前とかもう6年前とかにもう買ってずっと履いてた、教員時代に履いてたようなパンツなんで、もう色も薄なってるんだけど、ここまで履き込めますよと。だから値段としては1万4000とか5000円ぐらいやったと思うんですけども、1万5000円で7年も6年も履けるんやったら、もう余裕で元取れますよっていうぐらいのパンツなんですよ。で、まあ隣でこうやって比べて見てもらったら分かりやすいですかね。僕ブラック買ったんですよ。グレー買ったんじゃないですよ。ブラック買ったけども、まあ、これぐらい色が薄くなってるぐらい履き込んだんですけども、まあ、それぐらい重宝していたと。だから皆さんにもお願いします。このアルパインライトパンツはどうか買ってくださいと。で、もし仮に気に入らなかった場合っていうのはですね、僕には一切もうクレームは言わないでください。もうそれは勝手にノースフェイスの方言ってほしいんですけど、おそらくクレームが入らないやろっていうぐらい、これは満足していただけるパンツじゃないかっていう話はしたんですけど、まあ、それで、ね、購入して、あ、やっぱほんまに買ってよかったっていうお声が多かったんかと思います。まあ、ただ今は夏になってきてちょっと暑いから、ちょっと今からはどうかなとは僕個人的には思うけども、まあ、視聴者さん的にはね、買ってよかったものの5位ということになっておりました。では次はですね、買ってよかったもの5位の同率ですね、もう1点目っていうのがですね、こちらです。バーサタイルショーツということで、このショーツも人気ですよね。これに関してもですね、先日出した視聴者さんのコーディネート、ノースフェイスの春夏コーディネートでもこれ出てきたと思うんですけども、それぐらい夏のノースフェイスってなかなかこう当たりのアイテムがないですよねっていうお声が多い中、これは大当たりだと思います。めちゃくちゃ大当たり。もうこれがナンバーワン。夏のノースフェイスで言うたらナンバーワン。冬って言ったらみんなバルドローとかヌプシーとかマウンテンダウンとかって言ったりするんやけども、いや、夏のノースフェイスなんですか。せーの、バーサタイルショーツっていうことで、これが絶対出てくるぐらい名作になってると思うんでね、まあ、これが第5位ということになっておりました。ではですね、次第4位に行きたいなと思うんですけども、はい、ある第4位というのがですね、ちなみにこれすいません、YouTube の方でアンケートもさせてもらったんですけど、それがね、Instagram の方でも、集計させていただけておりますので、そのデータを元にお話ししております。では次、第4位というのは何かというと、こちらにはないんですけども、何かというと、ヤクルト1000でございます。ヤクルト1000って、つい最近ちょっと話題になってますよね。で、これ知らないっていうのは大人の方じゃございません。大人の方やったら皆さんね、そういう社会情勢がどうなってるとかっていうことは知ってると思いますが、僕もですね、このお話が来るまであんまり知りませんでした。ヤクルト1000。なんかどうやらですね、普段売ってるので確かにヤクルト400かなんかでね、子供の時に飲んだやつ400かなんかやと思うんですけど、1000っていうのはなんかその1000個分なんかその菌が入ってていいとかで、睡眠にいいとかね、いろいろその健康にいいとかっていうことで、なかなか手に入らへんぐらい今話題になってるらしいんですけども、そういったね、まあ、僕の視聴者さんっていうのは博識の方といいますか、頭のね、いい方が多いということなんで、そういったことでね、このヤクルト1000が出てきたんかなとは思います。まあ飲んでないから僕なんとも言いようないのでね、まあ、この辺はちょっと終わりにしたいなと思うんですけども、まあ、それでも出てくるぐらいからね、まあ、これちょっと一回買って飲んでみてもいいかもしれないですけど、こちら第4位ということになっておりました。では次はですね、第3位に行きたいなと思うんですけども、第3位はあのブランドが出てきました。そう、アークテリクスのベータジャケットということで、こちらがランクインしてきております。で、このジャケットに関してはですね、このゴアテックスを使った、まあ、いわば最新モデルのマウンテンパーカーになってるんですね。今年の2022年の春夏に出たばっかりなんやけども、いろんな部分が改良され、特に分かりやすい部分でいうと、この表の部分のチャックですよね。そういったところで、このジャケットはね、いいですよねなんて言ってたと思うんですけども、まあ、今年購入された方もね、多かったらしくてランクインしております。で、マウンテンパーカーってね、ちょっと前まではね、やっぱりノースフェイスが圧倒的に強いっていうイメージやったんやけども、やっぱここ最近ちょっとやっぱアークテリクスが強いっていうところもね、出てきたんかなと思います。なんでっていうとね、ノースフェイスって基本的にアップデートがないんですよ。そのまま毎年同じやつでカラーだけ変わっていくっていう感じだけども、アークに関してはほぼ毎年って言っていいぐらいアップデートがあるんですね。ちょっとチャックの仕様を変えてきたりとか、ちょっとパターンの仕様を変えてきたりとかするから、どんどん良くなってきてるんですよね。なので、単純にノースフェイスが増えたからアークにみんな行ってるっていうわけじゃなくて、アークテリクスがこう毎年アップデートしてくるので、こっちに行ってる人が多いっていうね、まあ、そういう理由もあるんかなと思うんですけども、そういったことでこちらベータジャケットが人気でした。まあ、一応ちょっと着用でもしてみましょうか。まあ、今世の中にあるマウンテンパーカーの中では一番これ完成されてるんちゃうかなと、まあ、僕も思ってます。まあ、特にこういった梅雨時期に着るやつやったらね、まあ、秋冬に着るんやったらまあまたちょっとちゃうやつがあった
ったりするんだけど、こういった通じ機に行けるゴアテックスは何って言われたら、まあ、このベータジャケットはねかなりいいとこに入ってくるんじゃないかなということでね、こちら第3位ということになっておりました。ではね、次第2位に行きたいなと思うんですけども、第2位は何かというとですね、こちらのネックレスが第2位になっております。ネックレスなんて紹介したかなということで見てもらいましょう。ジャパンメイド、和紙やないかい、和紙のブランドやないかいということなんですけども、これね、あのやらせでも何でもないですよ、できねえでも何でもなくて、マジなんですよ、マジでこれランクインしてるんですよね。なのでご紹介してるんですけども、まあ、それぐらいねありがたいことに今生産追いついておりません。次がもう8月ぐらいまで入荷なくて、その次いつって言われたら10月までないです。だからそれぐらいねほんまに生産が追いついてない状態なんですけども、まあ、僕もね今こうやってつけてますがね、まあ、普段のこういったちょっとしたシンプルな服装の時にワンポイントあのつけてもらって嬉しいですって言ったら、ほんまにそういう風につけてくれてる方が多いみたいで、実際ね買ってよかったわとかね、この上半期やったらナンバーワンやんっていうお声をいただいてね、あの本当嬉しく思います。もう工場の方も悲鳴上げてるぐらいなんで、まあ、なんとかね年内中にはね常に在庫を持った状態にはなりたいんですけども、まあ、今はちょっとそれ厳しいやろうなということで、もうすでに500個以上はね売れてる状態となっております。ということでね、まあ、最後第1位に行きたいなと思うんですけども、まあ、第1位はね僕の視聴者さんやったら、まあ、納得のランキングやなと思うんですが、それが何かと申しますとですね、第1位アークテリクスのマンティス2というバッグになっております。もうこれに関してはもう分かりますよね。だってこれ買った人で文句言ってる人見たことないですもん。これ買ってめっちゃ良かったですっていう声しか聞いたことないぐらい、まあ、このマンティスはいいんですが、一つ言います、めちゃくちゃ入荷されてる時期少ないです。なのでほんまタイミングが合えば買えるんやけども、基本的に店舗とかでは売り切れてると思ってもいいと思います。でかといってじゃあそやからって言って、じゃあメルカリで買おうとかって言って買っちゃうと、下手したら偽物の可能性がありますし、僕ついこの間も視聴者さんからね、これ偽物のやつもいらないんでもらってくださいって言ってね送ってきていただいたんですけど、ちょっと色は違うんですけども、こちらですね、これは偽物でございます。でまあ動画見ていただいてるだけやったらあんまちょっとわからへんかもしれんねんけども、もう明らかに生地が違うんですよね。で生地も違うし、ちょっと中の色味も若干違うということやし、さらにそれでいてこの後ろのクッションの生地も違います。某メルカリアプリで買ったらしいんですけども、まあ、そういったことであんまりこう偽物を捕まる可能性がありますので、ちゃんと正規店で購入された方がいいとは思うんですけど、これ 100% 偽物です。もうどれ誰がどう見ても偽物なんですけど、だからこれに関してはもう売買もできひんし、もうただ捨てることしかできないんですけど、まあ、そういったことで、まあ、ちゃんと本物をね、買うようにしていただいたらいいかなと思います。ちなみに僕はいつもおすすめするのはセレクトショップ、提携してるセレクトショップ、もしくは直営店、大体この辺はもう在庫がないんですけど、で次は楽天とかの正規取扱店ぐらいで、まあ、購入されるのがね一番いいんちゃうかなと思います。でそれこそやっぱねネットは怖いっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方はね、あの知り合いのセレクトショップの人とかに、いつぐらい入荷すんのとかね、これ今年入荷するとか聞いてたらね、まあ、大体マンティスはね毎年こう入荷してますので、まあ、そこで買えるんじゃないかなということで、まあ、今回あの視聴者さんが選ぶ上半期の買ってよかったものトップ5ということになってました。まあ、僕自身が買ってね良かったものっていうのもありますので、またそれはそれでご紹介するんですけども、まあ、アルパインとかはねもうとっくの前に買ってるからそれは出てこへんし、バーサタイルとかももう何年前から買ってるからその辺も出てこへんし、マンティスとかもねあの数年前から買ってるからもう出てこないんですけども、まあ、ちょっと今回とは違うようなランキング結果になるんじゃないかなということで、本日はですね視聴者さんが選ぶ上半期に買ってよかったものトップ5を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。